で、こんな感じで今ね、B さん、徳島でぜひ訪れていただきたい場所、B さんですね、この山椒に来ました。ロープウェイ、ね、阿波踊り会館のところにロープウェイがあって、そこの上まで来てましたね。ここからこの徳島の、ね、景色が結構綺麗なので、ぜひここは来ていただきたい。バゴダということで、まあ、自分自身がビルマね、ミャンマー訪れた時にこのバゴダとかね見ましたね、スーレパイアとか、このバゴダという仏塔ですね、かつてビルマ戦線で参加した戦友忍び、高級の平和を願うシンボルとして徳島県ビルマ界により、昭和33年に建立されたということです。高さ25メートル、円錐形のドームのビルマ独特の様式で、国内のバゴダの中では最大級唯一のものですということですね。それで、島内にはうっしゃりお釈迦様の遺骨が祀られ、戦没者の、英霊がね、保安されています。この、うっしゃりは当時のウーヌービルマ、首相より贈られたものということですね。そしてその戦争資料などを、ね、この展示しているということですね。これぜひ来ていただきたいですね。これなんでここにあるかって、ここに説明書いてるんで、ぜひそう